どうもこんにちは、こんばんは、レイです。今回ね、なんか恋愛カウンセラーとかね、自称名乗ってる方で、まあ、実際になんかそういった商売をねしてる方の動画があってね、まあ、たまたまおすすめに出てきてね、気になって見たんですけども、ひどいね、本当に、心理学的根拠ありとかっていう形でね、狙った女性を落とす恋愛テクニックということでやってるんですけど、なんかね、3つのポイントがあってね、1個はね、ちゃんとね、URL から飛んで、有料サイトかなんかに誘導してんだろうけど、で、そこを見ろという形だったんだけどね。で、1個はね、なんか、ビアゴーグル効果の力を借りるということで、そのビアゴーグル効果って何ぞや、まさにビア、ビール、ゴーグル、ゴーグルだよね、スキーとかスノーボードのゴーグル、だから要は、酒を飲んで、相手を見る。でね、だから酒の効果によってちょっと酔っ払っちゃうから、相手がね、綺麗に見えたりイケメンに見えたりって、ね、美人に見えたりイケメンに見えたりするっていうことらしいんですよ。でそんな効果を借りて恋愛って発展したところで、俺長く続くとはね思えないんだよね。だってその場しのぎでしょ。だから散々自分の動画でも言ってるけど、小手先のテクニックなんていらないんですよ。本当にね、学生の恋愛レベルですよ。学生の恋愛レベルで、そういう中高生にこういうことをね、まあ、酒は飲んじゃいけないんだけど、大学生とかにしよう、大学生とかね、専門学校生の方に向けてのだったら分かるね、ね、ちょっと大人になって、調子に乗って、まあ、酒飲んでみたいなね、で一晩の一夜の過ちをしました、てへみたいなね、ところだったら全然いいんだけど、これが大の大人が真に受けてこれやるっていうのを、まさにもうセフレ募集とか本当に真剣味のない恋愛で使う技だよね。恋愛とは言わないよね。俺は恋愛とは呼べないなと思うんだけど、ただのだからやりもくでしょっていうところで、だからまやかして、小手先のテクニックで例えばそれでくっついたとしても、じゃあ酒飲んでない時に冷静になってもう一回向かい合った時に、じゃあどうなんのと、っていうところですよ。だからそんなものを酒に頼らないで、きちっと相手との信頼関係を作って告白して恋人同士になるっていうのがね、一番いいんですよ、ね、何を言っちゃってんのかなっていうところで、なんかね、こういうね、本当にね、陳腐な内容のでアドバイザーをね、言うね、気取ってるのはどうなのっていうところもありますけど、まあ人の好き好きですけどね、まあいいかなというところで、まあよしとしましょう。こういう方もいろんな動画をね、上げるのは自由ですからね、ただね、こうやって不特定多数の方にね、プロを名乗ってアドバイスするには随分と薄っぺらいなっていうところがあってね。であとはね、価値観や考え方のね、類似性っていうところで、まあ、共通点を探して、同意するというね、共感する、まあ、女性はね、共感する生き物ですから、まあ、確かにあってはいるんですけど、例えば無理やりその価値観とか違うのに、あ、俺も同じだよ、そうだよね、君の言う通りだよなんてやってて、もう最初だけなんですよ。だこれが根本が違ってたら絶対後々で相違が、齟齬が出てきてね、まあ、違った部分が出てきて、絶対揉めるんですよ。痴話喧嘩に発展するんですよ。もうね、過去の恋愛30人以上自分付き合ってます。20人以上にしときましょう。20人以上の恋愛ね、女性と付き合ってきた人間と、今本交際3人目、の恋愛経験を持っている男の方からしたら、あまりその相手に対して合わせるのは大事だけど、根底の部分というのは、価値観というのはそれぞれ人間は違うんです。育ってきた環境を、生きてきた経験、道しるべ、家庭環境、全部違うわけですから、バッチリ価値観が合うなんていうのはまずほとんどいないわけですよ。多分100あるうちの、20個あったから、私はこの人と価値観が合ったのねっていう方がね、多分ほとんどなんですよ。100% 100個中100個なんてね、当てはまるわけがないんで、だからある程度の共感っていうのは確かに必要だったね。これは別に反対はしてないです。合ってんじゃないのというところもあります。ただね、ただ一概に全部が全部合わせてしまうと、後々の何か言い合いした時とかに、話し合いの時にもう価値観がそもそも違うわけだから、なんだあの時一緒だったはずなのにってなるわけですよ。女性は感情的な生き物ですから、もう感情でキーってなって、嫌いってなったらもう嫌いなんですよ。でこれをまた好きって思わせるには、本当にね、その何十倍の努力をしないと女性というのはついてくれないんです。
というのは、女性が多い職場、約1000人以上の女性がいる職場の会社で働いたことがあって、上司も女性だったりっていうのがあって、その中で自分は、10年ぐらい会社でそこで勤めてましたから、女性という生き物は散々もう嫌ということで嫌な面いっぱい見てますんでね、だからあまりこういうのはどうかなというところで、まあ、2つ目をそれをこの人は語ってるんだけど、今ちょっと動画回しながらねやってるんだけど、でね、あとね、吊り橋効果、これはね、なんかね、イケメンの人は使ってもいいけど、ブサメンの人はもろ刃の剣になるよっていうことで、あんまりなんていうか、そしてその使い方はURL からこのクリックして、要は有料で多分なんか見れますよみたいな、ね、ところがあると思うんで、有料じゃないのかもしれないけど、外部に誘導するっていうのは本当にね、フィッシング詐欺みたいな、ね、もんなんで、そんなもん大した内容じゃねえんだから、今ここで言えばいいじゃないかというところがありますね。ちょっとねご立腹ですね、この辺は。そんなのな、有料にしてまで、何与える内容かっていうところですよ。こんなもんは何遍でもとりあえず恋愛していけば分かってくるわけですよ。でそして、そういう駆け引きというのはもうね、人間ね、10代とか20代でやるわけですよ、普通にね、まあ、生きてれば。でなかなか恋愛で巡り合えなかった方、恋愛のその女性とか男性異性となかなか出会えなかった方っていうのは、そういうのは多分経験ができないんで、こういう動画に頼るしかないっていうところがあるんですけども、まあ、とりあえずもう高校生持っていくという、ね、状況になれば恋愛を嫌でもするわけじゃないですか。で特に20代30代の方はバンバン出会って、バンバン本校祭まで持ってって、どんどんね恋愛して自分を磨いた方がいいと思います。そして経験することが何より大事です。で経験、その経験っていうのはこういったアドバイザーとか結婚相談所の人たちの話なんかよりも非常に役に立つし重いです。で身に染みて体感するので、頭で覚えた小手先の技よりも、やっぱり身に染みた技っていうのが全然違いますので、だから恋愛経験のない人はそういったところへどうぞというふうにいつも常に言ってます。相談所へ入るなりカウンセラーのところへ行って、有料の電子なんとかやればいいんですよ月額いくらでね配信が来るっていうね、恋愛のコツみたいなね、で中にはなんか20日のプロジェクトとか言って、なんで初めての彼女を作るプロジェクトお前そんなとこでやってんだよみたいな、誰が見てんだよそんなのっていうね。だから皆さん頭でっかちにならないように、していただいて、やっぱり自分でなんでもいいか、とりあえずね相手を見つけて恋愛してみるっていうね、もう現場で叩き上げた方が本当にね話が早いんですよ。そして、より多くの、痛みと、悲しみも伴うかもしれませんが、それがまた人間をね強くするわけですよ。人というものを強くするわけですね。ちょっと振られたぐらいでもう落ち込まなくなりますね、本当にね。感覚が麻痺します。結構ドライなドライな感じになっちゃってる自分はちょっと やりすぎちゃってるんで、いけないんですけども、だから逆にそういうのしすぎると恋愛が下手になるっていう。だから自分は上手いって言ってないからね、上手いって言ってないからね、あくまでも下手なんだけど、こういうことがありますよ、こういった経験の中からこういうふうにやってない人はやった方がいいんじゃないですかということを言っている動画なんで、単純に変なとこからどっかから持ってきたうんちくを並べてるわけじゃないんですよ。あくまでもオリジナルのね、オリジナルの、ことを無料で配信してるわけですよ、皆さんに。だ多少ね、そのへんてこな有料のアドバイザーなんかよりかはまだマシなんじゃねえかなというふうに思います、ね、良心的だと思いますよ、全く無料ですからね、だからもう本当にね、まず恋愛しなきゃダメじゃないとね、頭でっかちになって何がダメあれがダメなんて言ってたらもうね話にならない、進まない、そういったまあ対象、なかなかね年齢が上がってくると難しいですけども、でももうやるしかないんです。もうで同じように求めている方はいるんです、どんな年齢でもいるんです。やっぱりどこかであとは自分で気づいて、どこまでのこのね落としどころをちょっと見つけて、そこで、踏み込めるかというところです。で年々人間っていうのは男女ともに価値が減っていきますんで、だからもう昔のまんまのいい価値の状態ではないということも踏まえながら、ただ妥協しろとは言ってませんので、もうなんつうの、もう下手に出ろとは言ってません。ある程度の自分というのを持ちながら、
やってついてきてくれる人、話し合える人っていうのは必ずどっかでね、見つかります、ね、それは探してないだけです。見つかんないのはもっと探す場を広げればいいんです。だから自分なんかもいろいろマッチングアプリもやったし、パーティーもやったし、バス婚活とかも行きましたけども、だからちゃんとその出会えないから出会いの場合行ってるわけですよ。ただ仕事行って帰ってきて、なんかね、もうその日、ああ疲れたな、今日もだりーな、はい飯食って風呂入って終わりとか、そういう生活じゃないんですよ。で必ず休みの日に、まあ、確かにゴロ寝しちゃう時もあるけど、必ずちゃんと行動する日というのは決めてるんですね。外へ出て、人と会うっていうねこともやってたり、今ねちょっと彼女中心になっちゃってますけど、やっぱり同性の友達とも本当はね会いたいんですけども、今ちょっとねそんなこと言ってられない今状況になってるんで、もう費用がいっぱいいっぱいなんでね、彼女の方に割く費用がいっぱいなんで、マイナスにしたくないんですよ、うん、まあまあそれは置いといて、とにかくね全力でもう探す、もう死ぬ気でやれやっていう言葉誰か言ってたんですね。なんとか婚活って2人でやってる女性の、ね、方がいて、最近ちょっと人気が上がってきましたけれども、その方たちの言葉まさにね最初嫌いだったんですけどね、なんか年収1500万あるとか言って相談所やってるらしいんだけど、1500万ありますみたいなこと言ってたみたい でどうもねそれは好きじゃなかったんですが、で言ってることがね非常にねまとえてることが多いんですよ。他のアドバイザーが金儲けで言ってるようなこと言わないんで、綺麗事も言ってないんで、あまさに本当にリアルな言葉だなって。なんかね男の人で知り合いのその婚活主催してる人たちから話を聞いてるようで、だからリアルな男の意見っていうのも反映されてるんで、でやはり男がどんなに頑張っても限界があるんですよ。女性たちが固くなにバリアを張ってしまったら、うまくいくものもうまくいかないんですよ。出会うものも出会えないんですよ、なんかね、もうちょっとね女性はほら参加費用が安いから、また次がある、また次の出会いがある、他の人がいい人がいるっていう風にね考えちゃうんですけど、男の方は高い金払って必死になってその日で結果を出そうとして一生懸命なわけですよ。片や一生懸命な人もいるけど、一生懸命じゃない方が多いという話が出てたんで、それはそうですね。だからお互いがね全然違うベクトルがね、同じ向きになってないんですよ。あさっての方向とあさっての方向向いちゃってるんで、それは出会うこともしないわと。だってせっかくのパーティーの場合行って、その日の時間潰して労力かけて電車賃とかねガソリン代かけて行ってるのに、一人も知り合わない、一人のアドレスもねゲットしないっていうのはね本当にもったいねえなと。自分もそれ過去にやってたんですよ。白紙で出すとかね、誰も選ばないとかね、というのやってたんですけど、やっぱりね誰かしら一人でもいいから、ちゃんとカップリングして向き合うってね。でそれがねダメだってもいいんですよ。そういう練習じゃないけど訓練になりますんで、女性と話す訓練っていうのをまず、してみてください。あまり多分皆さんカップリングとかにもなってない人は女性と話す機会も少なくなってると思います。というんです、一番それ怖いんです、接してない状態。やっぱりね女性と常に絡んでれば、優しく接するようになりますんで、気を使うんでね、相手に対して気を使うんで、なるんで、そこはね皆さん本当死に物狂いで相手探してくださいってね。だから男女ともね、特に、まあ、男の人も諦めずね、諦めないで、もうね会社と家の往復なんかしてる場合じゃないですよね。できれば一人でも多く、普通にちゃんと LINE とかメール交換できるような方を見つけて、でさらにお茶へ行くとかね、いいんですよ。他の人のことなんかいいんですよ。その人がねなんかあんまり綺麗じゃねえじゃねえかとか、そういうなんかね、そんな人でいいのかとかね、その貧乏人っぽい人でいいのかとか、いいんじゃないですか。そんなの誰に何見え張るのっていう、まあ人間ってほら人と競争したくなるのは分かるんだけど、で隣のね旦那はいい旦那でこっちはダメな旦那掴んじゃったとかね、隣の芝は青く見えるという言葉がありますんで、だからそういうねもういいんです。主役は自分なんです。自分だけの世界なんです。マイワールドがあればいいんです。他人がだって何を世話してくんないでしょ。じゃあいい旦那を見つけたからね、イケメンの旦那を見つけたからって、じゃあ他人がどうしてくれるのって、多分その場ではいいねイケメンだねって言ってくれるけど、イケメンだけど金遣い荒いし女癖も悪いんでしょみたいなことをかけて言うわけですよ、そんなんもう意味ないでしょというね。だからもう他人の目とかね恥ずかしいとかね、もう私は人見知りだからとか、僕は女性苦手だからとか言ってないで、そんなの言ってる暇があるんだったら一人でも多くの異性に対して声をかける。
連絡先をゲットするというふうに前向きにやった方がねいいと思いますよ本当に。自分も最近そのここのところでほらカップリングとか2人ねなって今1人は連絡取ってないけど、その方とも積極的に絡んできましたから、そしたらやっぱり食事も行ったし、ね、まあ、やっぱ話しててね、生活が無理だったね、まず向こうの生活が無理だったんでその方とは会ってませんけれども、だけどその方も一生懸命その今の現状から抜けるために、俺を選んでくれて一緒に来てくれたわけですよ。食事と、ね、お茶も行ってくれて、2回は会ってるわけですから、その2回の努力っていうかね、その非常にねそれには敬意を表して、別にその方をディスってるわけじゃなくて、そういう方もちゃんとみんな必死になってると。だから年齢がね結構ね上がってくるほどね、必死になってる、真剣に なりがちかなって。まあ若い人もいるけど、どちらかというと次があるわっていうふうに思わないんですよ。若い人は次があるわと思うんですよ、安易にね、だから本当のいい出会いも見落としがちなんですね。で年齢上がってくるとそれがなくなって一人一人吟味していくということが始まりますから、取りこぼしをしないという、ね、形になります。変な言い方するとね。まあね、いろいろちょっとごちゃごちゃ語っちゃいましたけれども、なんかこんなね変なアドバイザーとかに惑わされないで、自分の、ね、道を信じて、一人でも多くの異性と会って話すということをね、そして本交際につなげるという形をやった方がいいと思います。そんなの見てる場合じゃないです変な勉強いりません。人生なんてそういうね、人からのなんか動画で学ぶとかね、簡単に情報が入手できるっていう部分ではいい世界にはなったんですけども、その内容が薄いか、ね、濃いかっていうのは判断は見る側、その聞き手側の方にの判断になりますんで、まあね、見てる側がいいなと思えばいいんだけど、まあある程度、ね、恋愛経験とか社会経験積んでる自分からしたら随分薄っぺらいなっていうところがありますんで、だからそれが100ではない、 100% じゃないですよと。いいところだけ抜いて自分のものにしてくださいよというのがまとめです。別にディスってるわけじゃないですからね、この方たちもみんな生活が必死ですから、生活かかってますからね、一生懸命考えてやってるんでしょうけど、あまり薄っぺらいのを垂れ流されても困るなというふうに思いますね。まあその視聴者の一人のね代表として、勝手な代表として語らせてもらったという形になります。まあ賛否両論いろいろあると思いますけれども、まあ自分の方が気に入らないんであれば別にね、スルーしてもらって構わないんで、まあまあいろいろ語りましたけれども、皆さん、またごきげんよう。じゃあ。